赤石山椒魚は、両生綱、有美木山椒魚か山椒魚俗に分類される、有魚類。日本模式標本の産地は、高根山。多くの分布域は、飛田山椒魚と重複する。全長9.2から11.7センチメートル。背面は、紫褐色で、銀白色の反転が入る個体もいる。腹面は、泡褐色で喉に反紋が入る。 覆面に反紋はほとんど入らないとされるが、2014年に静岡市沖津川流域で採集された個体は、覆面に銀白色の反転が密に入っていた例もある。尾は円筒形だが、先端は側平たする。突き骨子列は浅いアルファベットの U 字状。講師の後は4から5本で、第5子は短いか、第5子がない個体もいる。 1978年に、静岡県で、加藤誠によって、日田山小魚と共に採集されたが、スキコツ市列は当時は、西日本に分布するとされていたブチ山小魚に類似していたものの反問は、日田山小魚、ブチ山小魚のいずれとも異なっていた。国領、康弘、三沢康光両名の調査により、後に、複数の個体が採集された。形態が、 明らかに異なることや、複数のサンプルが揃ったことで、酵素タンパクの電気営動解析が行われ、その解析結果から2004年に新種として記載された。種商名かといは、本種を初めて採集した加藤誠への懸命。標高500から1200メートルにある、新興根高林内を流れる、小渓流の周辺にあるつぶ手が多い斜面でのみ、発見されている。 それ以前から知られてはいたが、ヒダサンショウウオの無反型とみなされていた。生息地では、ヒダサンショウウオも、ほぼ同所的に生息しており、他に箱根サンショウウオも生息する。野生下での卵や、妖精の発見例はないが、渓流の源流周辺にある伏流水の中で産卵すると考えられている。ホーランメスの発見例から4から5月に産卵すると考えられている。 9から13個の大型の卵を放卵していた例がある。産地森林に生息するため、生息環境は比較的安定しているが、分布が限定的であること、生息地での道路建設、森林伐採、河川改修による影響、及びそれらによる水質を抱く地下水流の変化、ペット用の乱獲などが懸念されている。2009年現在静岡県では、 絶滅危惧 i B 類、長野県では絶滅危惧 i A 類に掲載されている。2014年現在では、長野県で指定希少野生動植物種に指定されている。絶滅危惧 i B 類、ありがとうございます。